から三島はかいくぐっていけるかどうか、縦は切られている状態で外に開いたトーマを使います。このくさびは通りません。で逆にカウンターシチュエーションになって小池が抜け出していった。小池先制は東京ヴェルディ今シーズン14ゴール目、キャリアハイを更新していく小池純喜のゴール。奪い方ですよね。ここトーマ選手トラップミスからね、バレてしまいましたけど、この梶川選手のパスが絶妙でしたね。小池選手もね、中に折り返すのかシュートするのか微妙なところでしたけどね、見事振り抜いてビクトル選手の股抜きましたね、はい、出場停止の山本リヒトが、17歳、まあ、ですけれども12月生まれというところで、藤田ジョエルチマは早生まれなんで、そのあたりで、代表招集に差があります。塩に入れて小池来た。左足で2点目を叩き込んでいきました。これで今シーズン15ゴール目。いや今の左足は難しかったと思いますけど、やっぱりこの梶川選手が効きましたね、ここに入ってきたことによって左サイドバックの甲斐選手が中に絞らざるを得なくなった。まあ、梶川選手当然後ろ見えてますからね、これはスルーしようとしたところで、まあ、小池選手もいいコース蹴りましたね、はい、右サイドからの上がりの動きもありますがそこは使えません。で奪われます。ジャイルトンパライバ2対2の局面。もう一人森田さん、さあここはそのまま運んでいって右のフリーのレアンドロ、レアンドロ3点目が来ました。ヴェルディキャプテンマークを巻いたレアンドロにゴールが生まれます。今シーズンの7ゴール目、まあ、レアンドロ選手最後冷静に逆サイドのネットに流し込みましたね。ここパライバ選手もキックフェイントでうまく相手を寄せながらでしたからね、レアンドロ選手への対応というのはまあ遅らせましたね、はい、最後フィニッシュも冷静でしたね。さすがですね。タリアはサイドを変えてジャイルトンパライバ、パライバが自ら行きます。スラロームで行った、そしてシュートまで行って決めてきました。ハットトリック、小池純喜ハットトリック達成。いやここのパライバ選手のパワーとスピードですよね。トーマの様子を交わしましたね、はい、最後冷静に見てましたね、まあ、小池選手もよく詰めてましたし、中島が裏抜けの動き、千代に入っていきますがここを潰していきました。さあここからカウンターシチュエーションです。シーラが左サイドに広げていってジャイルトン、パライバ、パライバ中カットイン、右足振り抜いた、5点目が来ました。まずはここで左サイドに広げて、ここは起点でしたね、はい、このあと石浦選手 の、 走るコース良かったですね。中にドリブルをさせるような、一瞬ディフェンスを連れて行ってパライバ選手が中に切り込むスペースというのを与えましたね。このランニングですね、はい、冷静にニアを打ち抜きましたね。